Hey, what's up? キャプテントラジオです。今回はロールの役割はどこまですればいいのか解説します。初心者向け永久保存版。今回も質問相談いただいてるんで読み上げます。トラジオさんはじめまして、毎回動画投稿など本当にありがとうございます。今回ご質問させていただきたいことがあり送らせていただきました。お聞きしたいこと、ズバリ、ロールの役割についてです。ファイナルファンタジー14には敵ヘイトを取って攻撃を受けるタンク、パーティーの回復をするヒーラー、敵を殲滅する DPS に分かれていると思うのですが、私は以前コンテンツファインダーでメインルーレットアルテマウェポン破壊作戦にあたり戦っていました。回収されたアルテマウェポン破壊作戦は以前のものより一層ギミック回避をしないと全滅もあり得るコンテンツになったと思うのですが、戦闘中違和感がありました。それはヒーラーからの回復がほとんど来ないこと、頻繁に回復をしない最低限の回復のヒーラーさんなのかなと思い進行していたのですが、どんな痛い攻撃、全体攻撃などが飛んできてもパーティーメンバーに投げる回復アクションは継続回復1回のみで、あとは全て攻撃アクションをするヒーラーさんでした。それならまだしもヒーラーさんは1人離れたところで攻撃をするだけで頭割り攻撃にも参加してこなかったり、対象がヒーラーさんに行った場合はその場から動かず、君らがこっち来てと言わんばかりでした。チャットで相談や回復をお願いしても返答なしの継続回復アクションが1回飛んでくるだけ。今回は回復しないヒーラーさんでしたが、自身のロール役割をしないプレイヤーさんとマッチングした場合の対処方法についてお聞きしたいと思いメッセージを送らせていただきました。ちなみに該当のヒーラーさんは復帰者アイコンのついた言語 J のプレイヤーさんでした。結論、戦闘不能にならなければいい。どのコンテンツでもそうですが、戦闘中倒れてしまうことが一番のロスにつながるので、倒れさえしなければ OK です。で、今回の質問のヒーラーの特徴をまとめると、全体継続回復のみ入れる。攻撃はしっかりしていると。で、その場から動かない。もしかしたらボスからどれくらいダメージが入るのか分かっていて、全体継続回復は、多分メディカラだと思いますが、入れるだけでも回復が間に合うから攻撃に転じてたかもしれない。オーバーヒール分を攻撃に回して少しでも敵を早く倒すことに尽くしていたかもしれない。しかしヒーラーに火力が求められるのは高難易度の話なんで、別にねノーマルコンテンツではそこまで詰めする必要はありません。ただ1個どうしても許せないっていう部分は頭割りで一切動かないということ、動かないことで逆に集合位置を示せるっていうこともあるのですが、端にいて動かないのであれば遠いと手間になる上に頭が割れないと倒れてしまうっていう可能性があります。それで戦闘不能になれば、戦闘不能になった人もヒーラー自身も火力が下がって元も子もないし、全滅につながるんで、倒れないためには最低限ギミックの処理と生存するヒールが必要不可欠なので、今回はロール放棄というわけではなくギミック放棄なので、ロールの問題以前に人間性の問題かと思います。結論、頭を割れ。なのでもし今後同じような人が現れたとしたら、まずはギミック処理してくれませんかと聞いてみて、それでも改善がなくて、もし誰かがそれで戦闘不能になったら結果全体の火力落ちるんですけど、それでもヒーラーさん攻撃した方がいいですかと聞いてみるといいでしょう。ロールの役割をしない人にはまずは相談とアドバイスをするのがいいです。それで改善しないなら除名投票でいいでしょう。ということで今回はロールってあるけどどういった役割でどういった仕事をすればいいのか解説します。今回お話しするテーマはこちら。生きることが大前提。タンクの役割、DPS の役割、ヒーラーの役割。この4つのテーマでお送りします。1つ目、生きることが大前提ということで、まずロールごとの役割を解説する前に、生きることが大前提とお伝えしたいです。ギミックの処理もそうなんですけども、例えば全ロール、攻撃することができるんで、攻撃に没頭した結果、ギミック処理失敗で戦闘不能になってしまうと、蘇生を受けたとしても衰弱がついて能力が低下した状態なのと、スキル回しが狂ったり、戦闘不能中殴れないわけで、いくら攻撃を意識していたとしても戦闘不能になれば全部台無しになるんで、生きることが大前提です。戦闘不能になるとタンクならヘイトが飛ぶ、 DPS は火力が爆下がりする、ヒーラーは回復できなくなるようになり、役割そのものを失うんでパーティーの全滅につながります。なので最初から最後まで言えるのが死なないことが大前提です。2つ目、タンクの役割ということで、タンクの基本の役割は基礎部分、ヘイトの維持、防御バフを使う、みんなと逆の位置に立つ、最低限この仕事ができていればパーティーは基本生き残ります。この動きに慣れてくると応用していきます。応用の動き、パーティーのヘイトを見る、防御バフのタイミング、攻撃への意識、誘導で味方を戦いやすく、味方をカバー。慣れてくるとパーティーのヘイトリストを見ることができます。これでヘイトの調整などができ、イレギュラーな状況でも対応して動けるようになります。例えば8人パーティーで自分がメインタンクで始めたとしても、サブタンクがずっとスタンスを入れててヘイトを取られたとしたら、ボスが回転したりで混乱を招くので、その際は自分が気づいたらスタンスを切ってシャークしてメインタンクを譲るっていうことをすれば敵の大回転を防げます。そしてコンテンツそのものに慣れてくるとギミックのタイミングが理解できて、つまり防御バフのタイミングも合わせやすくなります。こうなると敵の技に対して防御バフを合わすので、よりダメージを軽減していくことが可能になり、ヒーラーの負担が減らせます。そしてタンクでも攻撃を意識するとバカにならない火力を叩き出すことができます。攻撃アクションも派手でかっこいいものが多いんで、慣れてくると攻撃に意識してスキル回しを行い、火力貢献もできるようになります。ただしこれはスキル回しの練習と慣れが必要なのと、特に高難易度で要求されることですが、シンプルに使っていて楽しくなるんで、攻撃面でも意識するとよりタンクが面白くなるでしょう。そしてパーティー戦に慣れてくると味方が攻撃しやすいように敵を誘導します。例えばダンジョンなら雑魚と複数戦っている時に、雑魚が散らばらないようにできるだけ雑魚を集合させるように誘導して範囲攻撃を当てやすくしたりや、ギミックの処理でボスを誘導する際に味方が殴れる位置へ誘導するなどなど、状況判断するとより良いタンクとして立ち回れます。そして味方のカバーができるとさらに良いタンクです。タンクには防御バフがありますが、強力なアビリティが味方を選択して投げることができます。これは味方がダメージを受けていて再度ダメージを受ける時や瀕死の時に使うと、亡くなる命を救うことができるっていうこともあるため、これができるのはこのゲームそのものの慣れが必要ですが、できた時に「俺タンクやってんねー」と感じれるんで、いつか挑戦することをおすすめします。3つ目 DPS の役割ということで、 DPS って殴ればいいだけじゃんっていう話ですが、答えは半分が正解です。もう半分は攻撃をするために意識することが多いです。用意されているスキルとか光っているものを売っておけば、攻撃はできますが、高い火力を出すためには努力が必要ということです。よくタンクの方が難しそうで不安と言われがちですが、一通り遊んだ自分から言わせてもらうと DPS が一番難しいと言えます。まず DPS の基礎はギミックを避ける、攻撃を意識し続ける。基礎だけで見ると一見簡単なように見えますし、低レベルやノーマルコンテンツまでであればとりあえず生存を最優先にして、適当に攻撃していればクリアはできます。ただこのゲームを遊ぶ上でギミックを処理して避けながら攻撃を意識することがこのゲームにとって最も難しいことだと思います。これはコンテンツによって求められる火力が異なります。ノーマルコンテンツなら別にそこまで要求されないんで、手を止めてでもギミック処理をするといいでしょう。高難易度でも重要な場面なら手を止める必要があることもありますが、基本は攻撃をしっかり行わないと火力不足で全滅します。つまり応用になるとギミック処理しながら攻撃する、スキル回しを意識する、コンテンツに合わせたスキル回し軽減も行うということで、高難易度向きですが応用になると一気に難易度が跳ね上がります。特に高難易度のギミックでは、間髪入れずに難しいものが飛んでくるんで、理解できないうちはまともに攻撃もできずにギミックを処理していきます。そこから慣れていくことで徐々に攻撃を当てるようになり、さらにはスキル回しも意識していきます。スキル回しとはある一定の法則の順番通りにスキルを使っていけば高火力になるものですが、手を止めたりスキルを間違えたりすればどんどんずれていきます。これをギミック処理しながら狂うことなく攻撃していくのが DPS の最難関コンテンツと言えましょう。さらには零式レベルになるとコンテンツ中に殴れない時間が発生したり、激しいギミックでまともにバースト攻撃をできないタイミングがあるんで、あえてずらして使う戦法などコンテンツに合わせた動きがあったりします。これはパーティーメンバーと相談して事前に決めたりしますが、熟練の非課戦である程度慣れてきた人ができるレベルの話でしょう。ただこれに慣れてきた時に起こる悲しい事件はあと一撃事件です。ギミック処理のために移動しなければいけないが、あと一発だけ殴ろうとして移動間に合わずに床ペロしてしまうこと、これはね少し慣れてきた人ほど起こりがちです。そしてロールアビリティを駆使するのも応用です。攻撃するだけではなく、牽制を使って被弾ダメージを減らすのも DPS の役割で、これもまた高難易度で必ず要求される場面もあります。つまり DPS は挑むコンテンツによって役割難易度に大きく差があります。ということで話をまとめると、ノーマルコンテンツイコール代替で OK、高難易度コンテンツイコール絶対に練習が必要ということです。4つ目、ヒーラーの役割ということで、ヒーラーも回復すればいいだけではという意見も多いですが、こちらも難易度で変わります。まずヒーラーの基礎は回復をする、バリアを張る、軽減する、攻撃する。まずヒーラーはバリアヒーラーとピュアヒーラーで、それぞれ役割と使えるスキルが異なります。ピュアは回復力が高いので減った HP を大きく戻し、バリアヒーラーはバリアを張って事前にダメージを減らす。どちらのロールにも軽減力があり、使用することでダメージそのものを軽減するものがあるんで、これらを使用してパーティーを救っていきます。で、攻撃も行うのですが、攻撃の優先度は一番低いのがヒーラーの基礎的な特徴です。で、ここから応用していくと、オーバーヒールしない、先読みの回復軽減、攻撃を意識するということで、この辺もまた高難易度コンテンツ向けになりますが、オーバーヒールとは本来必要である回復量を上回った回復をしてしまうことです。で、普通ならむしろいっぱい回復した方が安心ですが、高難易度とかになると使いすぎると次に来る強力な攻撃の時にスキルやアビリティのリキャストが間に合わず、回復が追いつかず全滅してしまうっていうこともあるんで、オーバーヒールしないようにポイントを抑えて回復を行う必要があります。それに伴いギミックの先読みを行うことで、事前に軽減の準備をして無駄のないヒールを行うことで、次の攻撃に備えたり緊急時に対応できるようになります。そして攻撃を意識するのも重要です。特に実装直後の零式コンテンツだと装備も最低限でシビアな環境のため、早期攻略を目指そうとなると DPS だけではなくタンクとヒーラーにも火力が要求される場面があります。これを最も感じるのは、敵が残り HP1% 以下の状態で時間切れになりギリギリ倒せなかった場面。この時タンクやヒーラーがもう少し攻撃を意識していれば倒せていたということもあるため、それぞれが攻撃を意識するということが大事です。必ずしもタンヒラだけではなく DPS も火力不足だったりすることがありますが、個々それぞれが意識することで味方が何かあった時にカバーして敵を倒せるっていうこともあるため、これらも意識していくのがヒーラーの応用の動きとなります。といったように、挑むコンテンツによってロールの役割や難易度が大きく異なります。ただ、いずれにしても戦闘不能にならないことが大前提なのと、計算のないサボりはダメだよっていう話です。はい、ということで今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。おっとっとっととらとらじろう。とっとっとととらとらじろう、こんな感じに生きてゆくとらじろう。